はい、太田道灌公ゆかり、太田道灌公築造、下がり梅園。ここは静岡市の浅間神社のすぐ隣にありますけども、前回も来てるんですけど、ちょっと動画は撮ってなかったんで、今回撮ることにします。小さい庭園でですね、ここは何かっていうことでもないんですが、道灌公が、静岡駿府に関わったっていうのは、当然伊勢新九郎との関わり、今川氏との関わり、またご自身がですね、大仁月上杉の家裁として、名代としてですね、駿河に来たことはありますので、その時の関係だと思うんですよ。ずっと別にここに道灌が住んでたわけじゃないですからね。道灌流の築城、または築造、お城も築いても八幡山とかね、お城関係もありますし、駿河をね、なんか乗っ取ろうとしてたなんて話もありますけど、それはどうか分かりませんけど、太田道灌築造の、ちょっと名園、庭園をちょっと見たいと思います。ここは特に有料とかじゃなくて自由に見れるんで、そこ神社のところからもね、今入れない、前は入れましたけどね、今は柵されちゃってるんで入れないですね。ここ静かなですね、庭園になっているということですね。本当に小さいんでね、なんか天海僧正もこちらに静岡にいた来た時は駿府にね、住んでいたとか仮の宿舎にしてたみたいですし、なかなかの庭園だということで知られたものですね。ここ散策コースにしてぐるっと回れたらね、得意の滝みたいのが見えますから、そこから水がね落ちてきて、前回来た時水があんまりなかったんで、こんだけ綺麗だとね、いいですね。やっぱ山麓、後ろが山ですけどもね、広い敷地というわけではないんですけどね、ちょっとこじんまりしてますけど、太田道灌ゆかりの下がり梅園でした。